こんにちは、ともこ先生とアリサ先生です。7月下旬になってすっかり暑くなってきましたね。はい、毎年この暑い季節がやってきたかって思いますけど、中には体調を崩す方もいらっしゃいますよね。そうですね、最近ではクーラーと外気温の差だったり、冷たいものの食べ過ぎなど様々な要因で夏バテや体調不良になる方多いんですよね。はい、でも同じ環境であっても同じ食事を食べている人であっても大丈夫な方もいらっしゃいますよね。そうですね、それは一人一人体質が違うからと言えますね。はい、そこで今回は体質別アイルベーダ夏の体調管理法、過ごし方をご紹介します。まずは夏の共通する過ごし方をお話しして、体調別の過ごし方をお話ししていきますね。まずアイルベーダーとは5000年もの昔からインドより伝わる伝統医学で、私たちが幸福に生きるための知恵を教えてくれます。アイルベーダーでは人間一人一人に性質があり、その性質は共通して季節にもあると考えられます。性質は3つに分けられ、風のエネルギー、バータの性質、火のエネルギー、ピッタの性質、水のエネルギー、カパの性質です。3つのエネルギーの性質やご自身の体質を知りたい方は別動画を上げてますのでご参照ください。概要欄にリンクを貼っておきます。話を戻すと、夏は火のエネルギー、ピッタの性質が強くなります。ピッタが体内に蓄積する季節なので、特にもともとピッタ体質の人は夏の終わりから秋にかけてピッタの不調が出やすいので注意してください。またバランスの違いはあれど、ほとんどの人が先ほど言った3つの性質を持っているので、皆さん共通でピッタの季節の過ごし方を知っておいてくださいね。ピッタが悪化すると胃腸の不調やイライラ、批判的になる、炎症、口内炎などの不調が出てきます。また夏は外気温が高くなると自然と体はバランスをとり、自分の中の消化の炎が小さくなっていきます。夏は一番消化力が弱くなるということです。ただでさえクーラーや外気温との温暖さや冷たいものの取りすぎで体や胃腸が疲れやすい時期です。この時期に冷たいものを取りすぎたり、消化に重たいものを取りすぎたりすると消化不良を起こしたり、アーマ、体内毒素が溜まったりして体調不良を起こしやすくなります。夏の終わりにピッタを悪化させないように、ピッタをバランスさせる生活を心がけましょう。ピッタは熱い、鋭いなどの性質があります。その反対のことをするといいんです。熱いから冷やすとなりそうですが、氷入りの冷たい飲み物や食べ物を摂ることは消化力の低下につながるので体には良くありません。なのでおすすめは生野菜、特に季節の野菜、きゅうりやトマトなど冷製の性質を持つ食べ物を摂りましょう。他にも消化によく適度に温かいものを摂りましょう。辛いもの、肉類、脂肪分の多い食事、アルコール、コーヒーなどの刺激物、熱いものはピッタを乱すので避けましょう。ピッタを整える苦み、甘み、渋みのものを積極的に摂りましょう。特にピッタのエネルギーが強い昼間は心も体も静かに過ごしましょう。穏やかな空間で過ごしましょう。例えば月光浴、森林浴、海辺や川辺の散歩、花々を楽しむなどがピッタの鎮静におすすめです。次に体質別おすすめの過ごし方です。風のエネルギー、バータが優勢な方はもともと動き回るタイプなのですが、体力もない方も多いので、炎天下の中あまり動き回らないように気をつけましょう。疲れた時は積極的に休養をとってください。少しの昼寝も体力を回復するのに効果的です。またバータタイプの方は冷える性質を持っているので、クーラーや冷たいものの取りすぎで夏冷えを起こすので、体を冷やさないように工夫しましょう。例えば朝お白湯を飲む、
足首や腹部周りは露出しない、冷えを感じたら温める、湯船に浸かるなどがいいですね。次に火のエネルギーピッタが優勢な方は、先ほど言った夏の過ごし方を意識して過ごしてくださいね。付け加えると、特に現代では日差しが強いです。ピッタの方はシミ、そばかすができやすく、目の色素も薄いので、特にケアをしっかりしてくださいね。目と頭をサングラスや帽子で覆いましょう。次は水のエネルギーカパが優勢な方は、暑いのはカパの人も同じなんですけれども、もともと消化が遅い傾向にあるカパは、消化力がさらに弱まるといけないので、冷たいものは控えましょう。夏バテの症状があるときには、冷たいものはもちろん、質の重いもの、甘いもの、揚げ物、肉食は避けて、消化しやすい常温以上の食べ物や飲み物を摂るようにしましょう。またバータタイプと同じで、冷えやすいという性質があります。クーラーや冷たいものの摂りすぎでの夏冷えに注意してくださいね。もう一度言いますが、冷え対策として、朝お白湯を飲む、お腹や足首は冷やさないようにする、冷えを感じたら温める、湯船に浸かるなどがいいですね。また1日1回は汗をかく運動を心がけましょう。朝の涼しいうちに体を動かして汗をかくといいですよ。自分の体質を知らなかった方や、季節に性質があることを知らなかった方も、ぜひこの動画をきっかけに、アーユルヴェーダー的体調管理の方法を知って、夏を元気に快適に過ごしてくださいね。私たちはこれからもアーユルヴェーダーの知恵や、心と体の健康に役立つ情報を発信していきます。この動画がいいねと思ったら高評価を、心と体のセルフケア、アーユスを気に入ってくださったら、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた。